しました。6号艇古賀がトップタイミングとなっています。その後は1番2番4番そして6番が出ていきます。さあ1番区逃げる1号艇葛原をまくった6号艇の古賀、そしては2号艇の大池、膨れながらも先頭は6号艇の古賀智之です。スタートは前提正常でした。大外6コースからトップスタートでまくりました。6号艇古賀が先頭です。2番手には2号艇大池、その後ろに3号艇赤池、2番区トップ6号艇の古賀、続いて3号艇赤池待って刺してくる2号艇の大池祐樹、2番手は2号艇の大池祐樹です。3番手3号艇の赤池には内側から5号艇の林が迫ってきています。3番手2号艇大池、3番手5号艇の林を刺していく3号艇の赤池、3番手は3号艇の赤池周平です。6番2番の順に五輪、3番五輪5